電波田根高1月22日から2013年4月22日は、昭和期の政治家、民社党衆議院議員、岩木市長、鹿児島県大島郡立郷町足徳出身。1932年鹿児島県立大島、中学校卒業。1936年大阪高等学校文科、卒業。1939年、 東京帝国大学法学部法律学科卒業。大学卒業後は満州国政府に勤めながら大道学院を卒業。1940年に従軍し、1945年に陸軍主計隊員で副員。戦後、福島県の原油脇市に移り、1946年大日本炭鉱なこそ工業所勤務。1947年福島県議会議員に、 当選。右派社会党公認で、1953年に、第3回参議院議員通常選挙、福島県選挙区で、初当選。第5回参議院議員通常選挙同選挙区にて日本社会党公認で再選し、計2期務める。2期目の途中、民主社会党に移籍する。1六十七年の、第十一回衆議院議員総選挙福島県、第三区に、 民主社会党公人で立候補し当選。第32回衆議院議員総選挙でも、同選挙区にて民社党公人で再選し、計2期務める。1974年の岩木市長選挙に革新系、無所属として立候補し、現職の大和田八一を約3万秒差で破って初当選。再選を、重ね3期12年務める。1984年に、 君に当局日、茂光明を受賞した。1986年の市長選で中田武雄に敗れる。その後も地域で講演活動を精力的に行ってきた。1998年に故郷達郷町の名誉町民となる。2013年4月22日に敗血症のため死去。99歳没。信ぶせい4位。 元福島県議会議員の中村秀樹は、義理の孫。ABCD 達語調公式サイト、米誉町民、電波た根高2019年5月29日、閲覧、つなごう希望、東日本大震災、鹿児島から、奄美市民が、支援物資、鹿児島。毎日新聞。h t t p 毎日 j p エリア、鹿児島、ニュース。 2011 40 40万 409DDLK460 億4062万 CHTML2011 年4月22日閲覧 ABCD 田畑根高元岩木市長死去集参4回当選福島民報。 http://www.minpo.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュディテールスラッシュ2013042480302013年7月24日閲覧。いわき民放1974年9月30日夕刊電波パ金光氏が死去元衆院議員日本経済新聞2013年4月23日、閲覧。 ありがとうございます。